今日のゲームで日本シリーズ進出チームが決まります。クライマックス。まずはタイガースの先発藤川が甲子園のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。インコース決まってストライク。打ちました。ピッチャーゴロ。藤川アウト。ワンアウトです。